ビンチャで発掘された粘土の容器、深さ8.5メートルで発見古ヨーロッパ文字とは、南東ヨーロッパで見つかる、戦死時代の遺物に書かれている印に与えられることの、ある名前である。この印は、紀元前6000年から4000年に人が住んでいた、ビンチャ文化の文字体系であると信じる者も,もいる。別のものは、問題の名文は、単純すぎる上記号の繰り返しが不足しているとして、 印が何らかの文字を少しでも表しているということに疑いを持っている。1875年、考古学的発掘調査により、考古学者、E.N. ジアフェア・トーマは、トランシルバニアのオラシティエに近いトゥルダシュでかつて知られて、いなかった記号の刻まれた埋蔵物を見つけ出した。類似の埋蔵物が1九百八年に、トゥルダシュからおよそ 120km 離れたベオグラード郊外の、 ビンチャで実施された発掘調査でも発見された。後にベオグラードの別の一部である EN、バンジーカでも同様の断片がさらに発見された。それゆえこの文化はビンチャ文化と呼ばれ、文字はしばしばビンチャトゥルダシ文字と呼ばれた。1961年ルーマニアでニーコライ・ベロッサがタルタリアのタブレットを発見したことにより論議が再燃した。ベロッサは 名文が絵文字であると信じており、出土品は後に放射性炭素年代測定法で、彼の予想より300年以上も古く、シュメール人やミノア人の文字体系と比べてさえ古い、紀元前4000年以前のものであると測定された。今までに類人の名文が刻まれた1000個を超える断片が、南東ヨーロッパの至るところ、特にギリシア、ブルガリア、マケドニア共和国、 かつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ルーマニア、東、ハンガリー、モルドバ、および南ウクライナで各種の古代遺跡から発見されてきた。ほとんどの名文は河原家に刻まれている。残りは、防水、人形、その他の物品の小さな集まりの上に現れている。85%を超える名文は、ただ一つの記号からなる。 記号それ自体は動物に似た表現、串やブラシのパターン、および、万字のような、十字のような、山形模様のような抽象記号を含む、各種の抽象的で典型的な絵文字からなる。残りの秘文は、記号のグループを含んでいるが、そのいくつかの配列には特定の明らかなパターンがなく、結果として、これらのグループ内での記号の順序も、所持方向も、容易には決定できない。 記号の使用方法は物品によって大きく異なる、それ単独で現れる記号はほぼ例外なく容器の上に現れる傾向があるが、他の記号とグループになる記号は渦巻きの上に現れる傾向がある。これらの調査結果の重要さは、それらのうち最古のものの年代が紀元前4000年頃であると測定されたという事実にある。これは知られている最古の文字であると、 通常考えられている、ウルクのウルク古説文字より千年ほど古い。記号の解析は、それらと中東の文字との類似点は、ほとんどないということを示し、それらはおそらく、シュメール文明とは独立に発生したという説が、導かれた。その記号と他の場所で発見された、新石器時代の記号には、多少の類似性がある。しかしながら、 中国の学者は、それらの記号が、多数の社会で独立して進化した文字の先駆けと、呼ぶことができるものの修練によって生じたと、提言している。確かに、シュメールのウルク古説文字は、トルコのチャタルヒュークや、1954年に、旧ソ連から保護区にされた、黒海の北のザポリージャ州の EN、カメアナ・マハイラで見つかった石の印と類似性があると、言われている。 多数の記号が知られているが、ほとんどの異物は、少数の記号しか含んでいないため、完全な文章を表現していることはありそうにない。おそらく唯一の例外は、ブルガリアのシトボ近辺で見つかった石である。その年代には、議論があるが、それに関係なく、石には50程度の記号しかない。どんな言語が記号を使っていたのか、あるいはそれらがそもそも言語を表しているのかどうかは、 不明である。年度のアミュレット、ルーマニアのタルタリア近辺で発掘されたタルタリアのタブレットの一つ、年代はおよそ紀元前4500年記号の性質と目的は未だに謎めいている。それらが文字体系を構成しているかどうかさえ明らかではない。そうだとしても、それらが音素文字、音節文字、表意文字もしくは何か他の形態の文字のいずれを、 表しているかは不明である。記号を解読しようという試みがなされてきたが、一般に受け入れられた翻訳や、その意味に関する合意は存在しない。当初、記号は単に所有権を表す印として使われており、これは X の所有物である以上の意味はないと考えられていた。この説の有力な視聴者は、考古学者の p ビールである。この理論は現在ではほとんど放棄されている。 同じ記号が、ビンチャ文化のほぼ全域で、数百キロメートルあるいは数百年離れて、発見されているからである。有力な説は、記号が伝統的な農業社会で、宗教的な目的に使われたというものである。もしそうであれば、同じ記号が数世紀もほとんど変更なしに、使われたという事実は、記号によって表現される儀式的な意味や文化は、 同様に長い間変わらず残っており、それ以上の発達が必要なかったということを示唆する。記号の使用は、制度機時代が始まった時点で放棄されたように見え、新しいテクノロジーがもたらされたことにより社会組織と信仰に重大な変化があったことを示唆している。儀式説に味方する議論の一つは、記号の書かれた物品が、それほど長い期間その所有者にとって重要性を、 持っているように見えないということである。それらは穴の中や他のゴミ捨て場からよく発見された。ある種の物品、大抵人形は家の下から発見されることがほとんどであった。これはそれらの物品が家族の宗教儀式のために用意され、儀式で物品に彫り込まれた記号を表現を表すという仮説と一致する。儀式が完了すると物品はもはや重要ではなくなったか、 儀式的に埋められた。櫛やブラシ記号のいくつかは今まで発見された記号すべての6分の1程度の組み合わせからなり数字を表現していた可能性がある。何人かの学者は非分の4分の1長は容器の底に位置しており宗教的名分という名目ではありそうにない位置であると指摘した。ビンチャ文化はその産品を極めて後半にとの文化と 交換していたようなので、数字記号が容器やその中身の価値に関する情報を含んでいた可能性はあり得る。他の文化、例えばミノア人やシュメール人は、その文字を主として感情の道具に用いていた。ビンチャの記号も類似の目的に使われていたかもしれない。他の記号は完全に一つしか存在しない。そのような印は容器の内容、出所や目的地、 あるいは製造者や所有者を意味していたかもしれない。グリフィンは部分的に文字を解読し、熊、鳥及び、女神の記号を同定したと主張している。彼はほとんど同じ印を持つ二つの回転する、ツム、ジェラ1と2を比較し、熊と鳥の人形に関する類似の印を同定している。渦巻きの碑文は、熊、女神、鳥、女神、熊、女神女神と読め、彼は、 熊の女神と鳥の女神、実際には熊の女神、もしくは熊の女神と鳥の女神は実際には同じ熊の女神と解釈している。グリフィンは女神の融合と熊や鳥に似た属性をギリシアのアルテミスと比較している。グリフィンの女神記号は2つの縦棒であり、明らかに女性記をシンボル化したものである。これは二つの傾いた縦棒で表される文字 B の 女性記号に類似している。印が文字を表現しているという考えの最初の提唱者であり、古ヨーロッパ文字という名前を作り出した人物は、重要な20世紀の考古学者であり、中央アジアのクルガン文化が前インドヨーロッパの初期の文化であったという考えの最初の提唱者であるマリア、ギンブタスであった。後年、彼女はヨーロッパのほとんどにわたると考えていた。 架空の前インドヨーロッパの古ヨーロッパ文化の再建に関心を転じた。彼女は新石器時代のヨーロッパの図像学が圧倒的に女性であったビンチャ文化の名分が刻まれた人形にもその傾向が伺えることを観察し、様々な女神や神を崇める母系的な文化の存在を結論づけた。彼女はビンチャの印を彼女の古ヨーロッパのモデルに統合し、 それらが古ヨーロッパ語の文字体系であったか、あるいは、よりありそうな可能性として、一種の文字以前の記号体系であるという説も立てた。ほとんどの考古学者と言語学者は、銀ブタスによるビンチャ記号の文字体系としての解釈に反対している。ほとんどの未解読文字と同様、ビンチャ文字も異端科学者の関心を引きつけてきた。セルビアの考古学者、ロディボイ・ペシッチは、 彼の本座ビンカアルファベットで全ての記号はエトルリア文字に存在し、逆に全てのエトルリア文字はビンチャ記号に見つかるという仮説を提案している。この説は主流の考古学者には受け入れられていない。ありがとうございます。